チャリングクロス駅は、シティオブ・ウェストミンスター、チャリングクロスにある、ロンドン地下鉄ノーザン線、ベーカールー線の駅である。トラファルガー広場、ストランド、ナショナルレールのチャリングクロス駅近くにある。ノーザン線では、チャリングクロス支線のエンバンクメント駅と、レスタースクウェア駅の間に、ベーカールー線では、エンバンクメント駅とピカデリーサーカス駅の間にあり、トラベルカードゾーン1に含まれる。 チャリングクロスには1979年から1999年までジュビリー線が乗り入れており、同線の南の終点となっていた。この駅の名前は複雑に変遷し、この駅がチャリングクロスを名乗る期間はそれほど長くない上、他の駅がチャリングクロスを名乗っていた期間が長い。ノーザン線の駅とベーカール線の駅は2つの別々の駅として開業し、 ジュビリー線が開業した際に、ジュビリー線のホームを介して両駅が連絡された。ノーザン線の駅とベーカールー線の駅はそれぞれ別の名前を名乗っており、それぞれ異なる改名の歴史を持っている。ベーカールー線のホームは1906年3月10日、ベーカーストリートウォータールー鉄道のトラファルガースクエア駅として開業した。この時点で、 この路線のトラファルガースクエア駅の南にチャリングクロス駅があったことに注意を要する。ノーザン線のホームは1907年6月22日、チャリングクロスユーストンハムステッド鉄道のチャリングクロス駅として開業した。開業時、この駅はこの路線の南側の終点であり、ゴルガーズグリーンとハイゲートへの列車が発着していた。ベーカーストリートウォータールー鉄道と、 チャリングクロス・ユーストンハムステッド鉄道はいずれもロンドン地下電気鉄道の傘下にあったが、この二つの駅の間をつなぐ通路はなく、乗り換え客は一旦地上に出る必要があった。乗り換えの便を向上させるため、チャリングクロス・ユーストンハムステッド鉄道は九百十四年四月六日、南にわずかに延伸して、本線鉄道のチャリングクロス駅のもとに乗り入れ、ベーカーストリート ウォータールー鉄道とディストリクト鉄道の駅と接続する地点に新駅、チャリングクロス駅を開設した。ディストリクト鉄道の駅は、チャリングクロス駅、ベイカーストリートウォータールー鉄道の駅は、エンバイクメント駅を名乗り、チャリングクロスユーストンハムステッド鉄道の旧駅は、チャリングクロス駅に改名されて残されたため、狭い地域に、 本線鉄道の駅も含めて5つの駅名が存在することとなった。1915年5月9日、チャリングクロス駅はストランド駅に、その他の駅はチャリングクロス駅に改名され、グレート、ノーザンピカデリーブロンプトン鉄道にあったストランド駅は混乱防止のためアルドウィッチ駅に改名されている。ストランド駅は ジュビリー線ホーム建設のため九百七十三年六月四日に休止された。ジュビリー線のホームは、ベーカールー線トラファルガースクエア駅とノーザンセンストランド駅のホームを連絡する位置に設けられ、長く分断されていた両駅が接続された。エンバンクメント駅との乗り換え需要を考慮し、九百七十四年八月四日に、ベーカールー線、ディストリクト線のチャリングクロス駅は、 チャリングクロスエンバンクメント駅に改称された。ジュビリー線は1979年5月1日に開業し、同日ノーザン線ホームの改築も完了。ストランド駅、トラファルガースクエア駅、ジュビリー線の新駅を合わせた駅が新たにチャリングクロス駅となり、チャリングクロスエンバンクメント駅はエンバンクメント駅となった。ノーザン線の西側の支線は ウエストエンド支線と呼ばれていたが、この駅名変更により1979年以降は、チャリングクロス支線と呼ばれるようになった。チャリングクロスは、ジュビリー線の南の終点として開業したが、ジュビリー線を南東に、ルイシャムまで延伸する計画が、開業時から存在した。延伸線のトンネルは、アルドウィッチ駅の建設が計画されていた。 ストランド143番地付近まで建設されていたが1980年代から1990年代にかけてイーストエンドドックランズの再開発が進み公共交通機関を建設する必要が発生グリーンパーク駅の南からウェストミンスター駅ウォータールー駅ロンドンブリッジ駅を経由して本線鉄道との乗り換えの便を図るとともにグリニッチペニンシュラ ストラトフォードに至る路線の建設が計画された。この新線のうち、グリーンパーク駅からウォータールー駅までの区間が1999年11月20日に開業し、ジュビリー線はこの新線に乗り入れるようになり、グリーンパーク駅からチャリングクロス駅の区間は廃止された。トラファルガー広場から見た。 駅入り口の一つノーザン線のホームには、デビッド・ジェントルマンが描いた長さ100メートルの壁画が飾られた。この壁画では、エドワード一世の妻、エリナー・オブ・カスティルに始まるチャリングクロスの歴史が表現されている。ロンドンバス6、9、13、15、23、87、139、176、15H、深夜バス N9、N13、 N15, N21, N26, N44, N87, N155, N199, N343, グリーンライン高知748が当駅を経由する。ジュビリー線のホーム跡はグリーンパーク駅止まり列車の引き上げ線として現在も使用されホーム跡の先には角に編成を収容できる伏線の線路がある。 ロンドン交通局は、ジュビリー線ホーム跡を実用的な理由で維持し続けているが、近代的な駅構造を持つ、廃駅として、ジュビリー線ホーム跡は、映画やテレビの撮影にもよく使われている。営業運転に使われていた1987年にも、映画第4の核』の撮影に使われたが、駅廃止後には、未マイナス5英国機密庁方部、0時34分、0時34分。 28週後、今日も僕は殺される007スカイホールなどの撮影に使われ、アレックス・パークスのシングル、クライにも登場している。2006年、ドックランズ・ライト・レールウェイをバンク駅から延伸して、チャリング・クロス駅のジュビリー線ホーム跡に至る計画が発表された。この案は、途中アルドウィッチ駅、シティ、テムズ・リンク駅を通るもので、フリート線構想に近い。 2010年、コンコースは、ロンドン交通局のバスキングライセンスのオーディションに、使用された。ありがとうございます。